3月13日、愛媛県美術館南館で第58回二科愛媛支部・高知支部合同展が開かれています。この合同展は写実から離れ、作家自身が自由に自分の思いなどを表現できる場としてあらゆる作品を受け入れており、今回は愛媛支部と高知支部の初めての合同展です。会場には18人の作家によるおよそ40点の作品が展示されています。今回二科愛媛高知支部の初めての合同展になってます。皆さん自由に自分の思いをぶつけて、どのような表現でも二科は受け入れておりますので、皆さん一生懸命書いていらっしゃいます。3月16日土曜日に公開講座があります。新館2階研修室で、九州から西先生、京都から中原先生がいらっしゃいます。自分らしい作品作り支援講座となっておりますので、皆さん得るものがあるのではないでしょうか。ご自由に足を運んでください。お待ちしております。作家自身が想像を膨らませ、それを作品で表現した合同展に足を運んでみてはいかがでしょうか。合同展は3月17日まで県美術館南館で開かれています。